宮崎八郎から1877年4月6日は、熊本県出身の自由民権運動家、中江町民の仏学塾に学び、九州の流走と呼ばれた。西南戦争で、西郷隆盛を支援し、26歳にして、志半ばで戦死した。肥後国玉名軍荒尾村の講し、宮崎政権、佐木夫妻の次男として生まれる。弟に、宮崎民蔵。 宮崎野造、宮崎東天がいた。父には三島家電二点一流を弟たちと共に習っている。1864年元服市長州生伐に父と共に従軍する。自習館に通う。1870年上京。1874年生官の儀を提出する。ルソーの社会契約論の部分分けである。 中江町民の民躍論に影響を受ける。1875年4月26日、熊本県植木町に植木学校を設立。自由民権運動のため県からの補助金を打ち切られ10月末で閉校する。東京の評論新聞社に入社。1877年、鹿児島県で西郷隆盛の私学校が西南戦争を起こすと、 民権家同士と熊本共同体を結成し2月21日に、川尻で薩摩軍に合流、霧野俊明のもとともに、政府軍を相手に戦う。4月6日、熊本県八代市萩原邸で戦死。ありがとうございます。